重い心臓病を抱えながら日々を大切に生きようとファッションモデルに挑んだ一人の女の子に去年番組が密着しました。その後彼女のもとにある男性から驚きのオファーが舞い込んできました。ずっと寝込んでじゃ命がもったいないから今いろいろやって死んじゃった時に後悔しないように今やりたいことをやっています。去年カメラの前で力強く語ったのは重宗果歩さん14歳。生まれつき重い心臓病を抱え幼い頃から入退院を繰り返しています。根本的な治療法はなく限りがあるかもしれない自身の未来への葛藤を抱えながらも自分らしい人生に挑戦しています。去年9月、彼女が登場したのは横浜で開かれたファッションショーのランウェイでした。私みたいな病気でもこんなことができるよっていうのを見てもらいたい。病気の影響で123センチと14歳にしてはとても小柄な体型ですが、堂々とした姿で見事に存在感をアピールしました。それから1ヶ月、都内にある撮影スタジオでは果歩さんを主役にしたあるプロジェクトが始まっていました。ゆっくり間を置きながらはできるので、なんか逆に作り上げる、彼女を作り上げる方になんか力を注いでいったらいいのかなと思います。企画者の徳山宗隆さん、実は数々のブランドの広告や雑誌の表紙、映画のポスターなど誰もが目にしたことのある躍動感あふれる作品を国内外で手掛ける有名フォトグラファーです。そんな人が前回の放送を見て果歩さんをモデルにした撮影をプレゼントするとオファーしたのだそう。テレビの前でもなんですけど、ああいうメッセージとか言葉を出せる子っていうことにすごい感銘を受けたというか、僕がやってあげるっていうよりも彼女をモデルとして迎え入れて一緒に作品撮りをしようかなと。よろしくお願いします。どうも。緊張してる？果歩さんは徳山さんとは初対面。今日はモデル体験じゃなくて普通にモデルさんやから、ね、すごいね。企画に賛同したスタイリストなどトップクリエイター8人も集まっていました。強しです。この日に向け果歩さんからは衣装のリクエストが。サンバみたいな服がいいですって言ったの。じゃあそういう服になるかな。いや結構難しいそれはアニメの映画に出てきたサンバの衣装。一体どんな撮影になるのでしょうか。ね、自然でしょ、うん、今日はドレスに合わせてちょっと妖精テーマ妖精。ドレスも特別に仕立てられました。すでに感動してすごいですね。本当に。そしていいね。そう。ナイスナイス。かわいい。どうぞ。はい。じゃあ、クッと食べる。いいね。徳山さんが引き出す果歩さんの本当の魅力。あ、かわいいね、そこ。いいね、かわいい。命が輝く瞬間を切り取って少女のメッセージを伝えます。こう一歩前に足出てた方がいいかって、こう堂々堂々としてたんだからさ。じゃあ自信を持ってもう少し頑張れる。はい、 OK、 じゃあやろう。
全員が集中して作品を作り上げるプロの現場。長丁場で本当は体がつらいはずの加穂さん、モデルとしてすごい集中力です。そして最後は念願の豪華なサンパの衣装。すごいです。そんなに多くない。なんとプロサンバダンサーまで参加して衣装を協力。想像以上の自分の変身ぶりに思わずこの表情。自宅での練習の成果も出ているようです。足をつま先立てて真剣な顔でよ。3、2、1、5。ナイスナイス、きれいきれい。本当に言葉としてあまり正解かどうか分からないけど、根性があるし、なんか度胸がありますね。で、表情とかも、あ、なんか釣られて撮っちゃう。もう素直に嬉しいのと、それなんかやっぱ根性があるとかって言ってくれることが一番嬉しかったです。やっぱすごい狭い世界で生きてるので、なんかこういう場でいろんな方たちと出会えることが本当に幸せなことだなって思います。およそ5時間かけ、夢のようなプロジェクトは全て終了。加穂さん、陽気を忘れさせる笑顔で走り切りました。変な顔しようか、変な顔して。初めてなのでいろいろやってくれて嬉しかったです。少し疲れました。彼女が発信したから受け取れたっていうのがあるんで、勇気を持って手伝ってよとか、自分が持ってる大きな問題があるからと言って、その遠慮することはないし、思いのままにやりたいことをやりたいで、それがなんていうか、子どもの仕事だったりもするし、簡単には言えないけど、本当に力のままに戦ってほしいとは思います。加穂さんの自信にあふれた表情が普段と別人のようでしたね。本当ですよね。驚きました。はい、そして今スタジオにありますこの写真、本当に今にも動き出しそうで、とっても素敵ですよね。輝いていますよね。はい、そしてさらに今回の作品が雑誌にも掲載されたんです。先週末、加穂さんに届いたのは発売されたばかりの写真専門誌コマーシャルフォト。強いメッセージを持つ少女の夢を叶えると、このプロジェクトが取り上げられました。すごい、結構大きい。おじいちゃんおばあちゃんとかにも見せたいです。おばあちゃん5冊買ってました。こちらがその雑誌です。治療に専念する日々の中で、加穂さんが一つモデルの夢を叶えることができて、家族も嬉しかったでしょうね。そうですよね。そして、この姿を見て私たちも頑張ろうという気持ちになりましたよね。